中野区立中の中学校は東京都中野区にある公立中学校。2012年に中野区立第9中学校と中野区立中央中学校を統合して設立された。設計は安井建築設計事務所。2005年10月に決定した中野区立小中学校再編計画に基づき、2012年4月に中央中学校と第9中学校を統合。 同年4月から2014年3月まで旧中央中学校を解体し、跡地に新校舎を建設。その間は旧第9中学校舎を中の中学校舎として使用。2014年4月に中野中学校として新規開校し旧第9中学校から完全移転。旧第9中学校舎は堀越高等学校の新校舎建設期間中の 代替校舎として、堀越学園へ2016年8月まで貸し出された。旧、第9中学校庭には、区立保育園の建て替え、民設民営化の際の仮園舎を設置し、2019年5月まで、宮園保育園その後2020年9月まで、紅み山保育園として使用。環境、景観、省エネルギーに配慮した空間設計を採用し、キャスビーで、 最高評価の S ランクを取得している。屋上に太陽光パネルと菜園を設置している。旧、第9中学校舎にも設置されていた温水プールを地下に設置している。温水プールは一般開放されており、有料制で通年利用が可能。中野式の都市と連続した空間を構成し災害時の緊急避難施設としての機能を有している。 中野区立第9中学校は東京都中野区にあった公立中学校。少子化などにより2012年に中野区立中央中学校と統合し中野区立中の中学校となった。生徒は野戸小学校、桃隆史小学校、東園第三小学校、中町小学校卒業生で構成されていた。略称は旧中、または中野旧中。 中野区立中央中学校は東京都中野区にあった公立中学校。少子化などにより2012年に中野区立第9中学校と統合し中野区立中の中学校となった。当園第二小学校、荒井小学校、平和の森小学校、広明小学校の出身者で構成されていた。通称は中央中。ありがとうございます。